歩服は、伏せた状態で移動することを言う。これは直立せず、胴体などが、地面に接触する形で手足を使って、ハウという、低い重心での移動様式を指すが、一般に、脊椎動物の四足歩行全般は歩服とは呼ばれず、特に胴体が伸ばした足の上に乗っていて、高重心のまま移動する、四足歩行をしている動物に対しては、ハウの範疇にも含まない。 人の乳幼児は、生まれて運動ができるようになると、いち早く張って移動することを覚える。乳幼児の場合、手足を使うという点では、四足歩行に似るが、後足の末端ではなく中間である膝をつける点で、動物一般の四足歩行とは大きく異なる。なお、歩幅を乳幼児が、いち早く覚える理由としては、重心が低く、地面との接触面積が広いため、安定性が良く、 転倒しがたいためである。なお、膝がつくのは人の場合かしが相対的に長すぎ、伸ばした状態では四足歩行できないからである。成人においても体を低くする場合は前は手のひらを、後ろは膝とつま先をついて進むが、これはハウとはあまり言わず、さらに姿勢を低くしたものを補腹という。脊椎動物でも、爬虫類、 両生類等や廃魚等の陸上で活動することの多い原始的なものでは腹を地表につけて移動するものが多い。これもハウというが安定性の上での利点と四肢で持ち上げることが難しいことによるものと考えられる。四肢で体を持ち上げるには脊椎や背筋の丈夫さとそれなりの四肢の構造が必要である。他方腹をこすって進むのは摩擦が邪魔になるが 小型の動物ではさほど影響がない。例えばトカゲなどはハう姿勢で高速移動ができる。より大型のものでは摩擦が邪魔にもなるから体を持ち上げて歩く。オオトカゲや輪には体を持ち上げて歩行することもできる。この場合は足を使って体を地面から持ち上げるものの移動には体全体をくねらせて短い足の可動範囲以上の歩幅を作り出している。 ただ、水辺では泥により摩擦が軽減されることから、ワニのような大型動物でも捕獲している。その他、足の短い大足類や芋虫、覆面がすべて足として機能するカタツムリやヘビなどや、体の表面全体が移動機関であるミミズもハうという。ハう姿勢は進行速度などの点では不利であるが、有利な点もある。覆面が濡れていれば、 吸盤のように利用できるので垂直な壁も登れる。はうか歩くような動きをする動物の一般型を考えた場合、多分それは左右対称動物である。体は前後に細長く、覆面と背面の区別があって進行方向が決まっているものである。これだけの特徴のみを持つ動物が基盤上に乗った形で前進するとすれば、体をねらせるか何かすることになろう。 この姿はハウである。多くの動物群ではより巧妙に移動するために様々な器官を発達させている。しかし、歩くためには複数の付属し、それも折り曲げたり伸び縮みしたりし、なおかつある程度の荷重に耐えられるものを備えなければならない。したがってハウに比べて歩くは非常に高度な課題である。実際、それが可能なのは 節足動物と脊椎動物に限られる。さらに、そのような付属子があっても、それだけでは歩くことは難しい。例えば、ムカデやトカゲは、しっかりした足を持つが、やはり張っているように見える。動物の体は一般に繰り返し構造によって、前後に細長く作られている。節足動物なら大切性があり、脊椎動物においても脊椎骨などに、 大切構造がある。この構造で複数体の付属子がある場合、付属子が体を支えても、その間の部分は垂れ下がりかねない。また、付属子が基盤面を押した力は、体を前進させるのではなく、その付属部位を横に押すことになりがちであり、結果として体が左右に曲がりながら進むことになる。まっすぐに歩くためには体を前後に縮め、それらの大切感を、 しっかり剣や筋で支えて固める必要があるのである。補服性を持つ植物の代表格ペチュニア植物において補服性という場合には成長においてあまり垂直方向に枝葉を伸ばそうとせず水平方向に地面の上に伸びる性質の植物を指す。これら補服性の植物では地面を覆うように伸びていく。ローズマリーには補服性の品種と直立性の品種が見られる。 保福する植物には保福性低木等が存在する。また、普通の茎は直立するが、横に這う特別な茎を持つものもある。これを保福系、あるいは保福枝、画、ストロンランナーなどという。保福前進するアメリカ海軍の兵学構成と軍隊においては、保福前進と呼ばれる移動方法がある。これらは、隠密性や遮蔽性の効果があり、敵に発見されにくく、また、 飛来してくる銃弾の被害を抑える。不評に求められる基本的な技術の一つである。直立状態や中腰に比べて移動速度は遅くなるが、物陰に隠れやすく前方投影面積が減るため、被弾率は格段に減少する。大抵の軍隊では複数パターンの補服を採用しており、移動速度を重視した四つんばいの高姿勢から、 隠蔽を重視した、活心の停止性までに及ぶ。自衛隊の補復訓練には、第一補復から第五補復がある。ありがとうございます。